はい、ルルカです。今回はね、前回の動画でこちら、マイネオさんのパケット放題っていうのが発表されましたので紹介のさせてもらいました。まあそれに関してはね、下の概要欄だったり上の方にね、貼っておくので、まあこのパケット放題かなり面白いサービスなので、よかったらね、そちらの動画も見ていただきたいんですけれど、マイネオさんいろいろ見ていくと面白いサービスいっぱいやっていて、またね、これからさらに追加で3月にまた違うサービスの開始っていうのも予定されています。で、そのね、サービスがすごい面白そうなんで、それに関して今回お話していこうと思います。そのサービスなんですけど、はい、こちらになります。譲り合ってみんなで快適。新サービス登場、譲るねっていうサービスを3月23日から開始することを発表しています。こちらのサービスに関しては先ほどのパケ放題とかよりもすごい面白いサービスになっています。正直ね、パケ放題みたいなものって結構ね、サービスとしてあったりするんですよね。今まで。なんですけど、この譲るねっていうのは今までね、あまり見たことがない、聞いたことないサービスだと思うんですよね。ってことで、この面白いサービス紹介していこうと思うんだけど、回線はみんなのもの？スマホの通信速度遅いなって感じた時ありませんか？まあ、ルール変わりますね。高速道路をイメージしてみてください。多くの人が同じ時間に通信、通行すると回線、高速道路も渋滞してしまいます。こんな時、今どうしても通信が必要な人が見えないところで困っているかもしれません。あなたの譲るねでみんな快適、みんな道を譲り合って、みんなで快適に使う、混み合う時間に一息ついて、今日は道を譲ってみませんか？譲ってくれたあなたには、ささやかなプレゼントも、ということで、このね、説明だけでもね、軽くわかると思うんですけれど、まあ、ここだけね、見る限りだと、要はね、混む時間帯にね、自分が使わないで、誰かにね、譲ってあげる、使わせてあげることによって、なんか特典をあげますよ、っていう感じの内容だと思います。ではね、その詳細に関して下の、まだね、ありますので、読んでいこうと思います。譲るねって、どんなサービス？譲るねを宣言して通信を譲るということで、マイネオアプリで簡単に宣言できます。宣言した上で12時から13時の間の通信を譲っていただくことで、譲るね達成ですということで、要はね、一番混む12時から13時の間に通信を譲る、要は使わないことによって譲るねっていうね行為をできるよっていうものになっています。かなり面白いですよね。普段12時から13時の間使っていない方でも普通に譲るね宣言はできますので、ちゃんとね毎回譲るねの宣言をしておくことによっていろいろなね特典がもらえるという形になっています。どのタイミングでね、譲る宣言ができるっていうのが書いてあるんですけど、宣言の受付は前日の13時から当日の11時半までとなります。平日のみ。ということで、土日はね、やってないんですね。譲るね宣言をいただいた日の12時から13時に、動画や写真の送受信で、数メガ以上のデータ通信を利用しなければ、譲るね達成となります。ということで、何もね、使わないってわけではなくて、ほんと少しだったら使っていいって感じなのかな。まあ、この辺ね、明確化してほしいなって気はするんですけど、ほとんど使わないことによって譲るねができますと。発生基準は今後変更となる可能性がありますが、その場合も LINE 等のテキスト、スタンプの送受信、1メガ以下の通信では達成とする予定っていうことで、あ、そういうことですね。まあ、まだね、正確には決まっていない。要は準備段階なんで、とりあえずここからね、どんな感じで使うことによって12時から13時の間をスムーズに動かすことができるのか、試しながら、その範囲内でね、大丈夫な使い方であれば大丈夫にするよみたいな。まあ、そんなことにしていくと思うんですけど、まあ、とりあえずね、LINE のテキストとかそういうのを使う分には大丈夫ぐらいのレベルにはなると思いますよって感じだと思います。そして、本仕様は開発段階のものであり、提供時には変更となる可能性がありますってことでね、その辺もいろいろ調整中ってことだと思います。そして、譲るね、達成回数に応じてスペシャルなプレゼントということで、先ほどのね、12時から13時、ほとんど使わないことによってもらえる特典っていうものがあります。それがこちら。5回達成で100メガ。10回達成で夜間フリー獲得。15回達成で200メガ。20回達成でプレミアムワンデーパスってことになっています。こちらの方ね、どれぐらいの期間でっていうのが記載されていないんですけど、1ヶ月間でリセットされるのか、それともずっとリセットされないのか。まあ、それによって難易度がね、だいぶ変わってくるし、それこそ20回達成するとまた1から戻るのかとか、まあ、その辺のね、細かい詳細が書いていないんですけど、とりあえず、10回と20回に関しては結構ね、いい得点がついていて、夜間フリー獲得っていうのは、達成した翌月1ヶ月間、なんと23時から7時の間、パケットを消費しなくなりますということで、これめちゃくちゃいいサービスですよね。まあ、ルルカみたく、昼夜逆転人間としては、むしろこの時間に消費しないんだったら、それはそれでありって感じだと思います。そして、20回達成すると、24時間だけ高速通信ができるプレミアム帯域を任意で使えるチケットということで、なんかね、マイネオさん特別な帯域があって、その帯域を使うとね、かなり速度が出るようなんですよね。その特別な帯域っていうのを1日限定ではあるんですけど、使い放題になる券っていうのが20回でもらうことができます。ほど言った通り、この達成に関して1ヶ月間でリセットとかね、まあ、その辺がしっかり記載されていないので、どのタイミングで20回なのか。要は土日を除く1ヶ月間で20回達成であれば、
土日が4回ある週だと8日間は潰れてしまうことになります。で、基本的にね、1月ってまあ31か30とかになると思うんですけど、まあ少なめのね30の日で考えると、平日ってね22日しかないんですよね。22日しかない中で20日間ってなると、かなりねハードルは高いと思います。だからこそのこの特典なのかもしれないんですけれど、まあ少なくてもね、ルルカに関してはもともと昼の時間帯にそんなに使う人間ではありません。まあそういう人間からすると、こういうふうにね、譲るねっていう行為、何もね、していない状況、もともとね、使ってないんで何の関係もないんですけど、やることによってこういう特典がもらえるっていうのは、まあ、嬉しいんじゃないかなと思います。またこの特典に関しても多分、先ほどの達成条件自体もすごい曖昧な記載だったので、今後このサービスが開始して、実際に運用された後にね、まあ、どういう感じになるのか、運用された後に多分運用しながらね、まあ、こういう特典だったりとか、達成条件っていうものをね、まあ、ちょっとずつね、作っていくんじゃないのかなっていう感じの、手探りのね、サービスになるんじゃないかなと思います。ただ、他がやっていないね、こういうサービスっていうのは、本当にね、格安SIMとしていろいろやってほしいと思います。まあ、ただ安いだったりとかね、まあ、ただ大量に使える。まあ、それもね、シンプルにかなりお得なサービスではあるんですけど、こういう風にね、他がやっていない、プラスアルファのね、ゲーム的要素だったりとかも加えた感じの特典って、すごい面白いと思うし、格安SIMとかに関しても、結局、経営母体がでかくて、資本金がでかいところがね、ある程度勝ってるっていう現実があると思います。なんですけど、こういう風に独自性っていうものを出していくことによって、いろいろな会社さんがいろいろな面白いサービスを出してきて、格安SIMに関してはどれも似たような感じで、大体ね、まあ大手さんを選んだ方がお得なんじゃないかなみたいな、まあそんな状況になっている中に、こういう風に面白いサービスで目を引いて、今後のね、格安SIMの可能性をね、出している感じで、非常にね、好感が持てるキャンペーンじゃないかなと思います。はい。まあね、そんな感じで今回は、マイネオさんが3月23日からスタートする予定の譲り合ってみんなで快適譲るねの紹介をさせていただきました。農家にもマイネオさん独自のね、掲示板のサービスだったりとか、まあ、独自の面白いサービスっていうのをいろいろやってるようです。まあ、前回の動画でも紹介したね、特にパケ放題に関してはかなり興味の方がありますので、まだ実際にどうするかっていうのは決めていないんですけれど、まあ、せっかくね、こういう面白いサービスがあるなら、まあ、実際にルルカもその夜間フリー券だったりとか、ワンデーのプレミアム待機ですか？プレミアムな待機っていうのすごい気になったりするんで、まあ、その辺もね、触ってみたいなと思っているので、近日突然ルルカがね、マイネオの方契約しましたっていう日が近いんじゃないかなと思います。その他にもマイネオさん面白いサービス展開しているようですので、今後もね、気になるサービスがあれば動画の方にしていこうかなと思います。今までマイネオさんに触れたことってほぼなくて、まあ、ルルカのね、ライブ中とかにマイネオさんを持ってる方が、マイネオいいよだったりとか、ま、いろいろね、動画にコメントくれたりすることはあったんですけれど、なんかね、あまりね、興味を引かなくて今までスルーしてきた会社さんではあるんですけれど、今回の件でね、一気に興味の方が湧きましたので、まあそんな感じの展開近いうちあるんじゃないかなと思います。まあまだね、決定ではないですけどね。はい、そんな感じで今回はこの辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。マイネオさん利用している方、もしね、このマイネオのここがいいよっていう情報とかね、まあ、ここはちょっとなっていう内容ありましたら、よろしければコメント欄に書いていただけるとルルカの参考になってありがたいなと思います。今回も動画の最後まで見ていただきありがとうございました。